どうも、ドッグトレーナーゆきです。愛犬は何をしていても可愛いですが、中には何度見ても悶絶するほど可愛い行動や仕草がありますよね。今回はそんな飼い主が幸せを感じる愛犬の行動を6つご紹介します。あなたの愛犬はいくつ当てはまるかチェックしながらご覧ください。飼い主が幸せを感じる愛犬の行動。1つ目は、話しかけるとじっと見つめながら首をかしげる。愛犬に話しかけると飼い主さんの顔をじっと見つめながらひょこひょこと左右に首をかしげる姿に見覚えはありませんか？おやつ、ご飯、散歩などの愛犬が聞き取りやすい言葉や、食べる、もらう、パパが帰ってきたなど愛犬の興味を引く言葉や、よく話しかけている言葉は愛犬もその意味をちゃんと理解しています。またそれ以外の言葉でも飼い主さんに話しかけられると、愛犬は自分の知っている言葉がないか話し声を聞き取りやすくしようと首をかしげて集中しているんです。じっと見つめながら一生懸命に聞こうとしている姿は、何度見ても可愛くてつい話しかけたくなっちゃいますよね。ただし、おやつやご飯をあげる気がないのに首をかしげる姿が見たいからと嘘をつくと、愛犬の信頼を失ってしまいます。愛犬は一生懸命に話を聞こうとしているので、私たちも素直な気持ちで愛犬に話しかけましょう。飼い主が幸せを感じる愛犬の行動。2つ目は、飼い主が出てくるまで扉の前で待っている。お風呂やトイレに入っていると愛犬が中を覗こうとしたり、ガリガリと爪でドアを引っかいて開けてほしいと催促することがありますよね。これらの行動もすごく可愛いですが、飼い主さんが気づかない間にトイレやお風呂の前で愛犬が静かに待っている、可愛すぎるサプライズもたまりません。この他にも、ゴミ出しに外へ数分出ただけなのに玄関で待っていたり、愛犬が入れない部屋の前や階段の下で飼い主さんが戻ってくるまでけなげに待つ姿にも胸を打たれます。また時にはベッドで先に寝ていた愛犬が、飼い主さんが夜遅くまで起きているとリビングまでわざわざ様子を見に来たり、飼い主さんが寝るまでそばで待ってくれるなど、待つだけでなく迎えに来てくれる場面もあります。飼い主が幸せを感じる愛犬の行動。3つ目は、散歩中に振り返る。愛犬との散歩中にチラチラと飼い主さんの方を振り返る姿も愛おしい場面です。ちなみに、愛犬が散歩中にこちらをチラチラ見るのは様々な理由があります。具体的には、こっちの道でいい？と飼い主さんに確認をとっている。ちゃんと自分のことを見てくれているか不安になっている。お散歩が楽しくてもっと先に進もうと催促している。疲れたから抱っこやカートに乗りたくて飼い主さんの反応を伺っているなど、同じ行動でも様々な意味があるので、愛犬の様子や自分の行動を振り返りながら、どの理由が当てはまるか確認してみてください。また愛犬は飼い主さんの喜ぶ様子や楽しむ姿を見るだけで自分も楽しい気持ちになるので、愛犬と一緒に飼い主さんも散歩を楽しんでくださいね。飼い主が幸せを感じる愛犬の行動。4つ目は、帰宅時は毎回感動の再会。外出先から戻ると愛犬が玄関で出迎えてくれる。それだけで一日の疲れが吹き飛ぶほど嬉しい瞬間ですよね。数分出かけただけの短時間の外出でも、何年も会っていなかった感動の再会のように、毎回全力で帰宅を喜んでくれる愛犬も多いはず。時には飼い主さんの帰宅に気づかず慌てて奥の部屋から駆け寄ってくれたり、帰宅のタイミングが愛犬の食事時間と重なると飼い主さんの元へ行きたいけれどご飯も食べたいと
困惑する様子も可愛いです。高齢になると眠ったままだったり、横になったままちらっと確認するだけなど、帰宅時の反応にも変化が現れますが、愛犬が家で待ってくれている、その事実だけで家に帰るのが楽しみになりますよね。飼い主が幸せを感じる愛犬の行動。5つ目は体をくっつける。愛犬が自分の体にお尻や背中をくっつけたり、膝に顎を乗せる、お腹の上に乗る、足の間に入るなど、愛犬からそばに来て体をくっつけてくれる時も幸せを感じる瞬間です。あなたに甘えたり、あなたの体温や匂いを感じることで愛犬がリラックスしてくれるなんて嬉しすぎる光景ですよね。そのまま安心して無防備に眠っている姿も愛おしすぎてずっと見ていられます。あまりに可愛くて写真を撮ったり、愛犬を撫でたくなりますが、デリケートな子は起こしてしまう可能性が高いので、そっと見守ってあげましょう。飼い主が幸せを感じる愛犬の行動。6つ目は困った場面で頼ってくる。ソファーの隙間におもちゃが入ってしまった、ベッドの上に上がりたい、散歩中に苦手なタイプのワンちゃんが来たなど、愛犬が困っている場面であなたを頼ってくることはありませんか？ソファーに前足だけかけて上に乗せてもらおうと催促したり、あなたの後ろにさっと隠れて苦手なワンちゃんを避けようとしたり、愛犬が自分のことを頼ってくれると愛犬のことをサポートしたい、守りたい気持ちがより強くなりますよね。ちなみに愛犬が何かを要求するときによく見せる眉毛を8の字に下げて目をうるうると潤ませる儚げな表情は、ワンちゃん共通の決め顔。私たちはこの顔で見つめられると愛着心や守りたい気持ちが強まり、もっとこの子のことを大切にしたいと感じるんです。おねだり上手な子はおやつが欲しい時にもこの表情で訴えてくることがあるので、おやつをあげすぎないように気をつけてくださいね。他にもあなたが幸せを感じる愛犬の行動や仕草があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。この動画が少しでもためになった、楽しかったという方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。